はい、森山博之君。森山君。はい、おはようございます、立憲民主党の森山博之でございます。今日は水を意識して青いスーツで参りました。水循環基本法、この法案の策定ということで、10年余り前から数年かけて案を作っていくという中で、超党派の水制度改革議員連盟の事務局長として当時関わりました。制定時におきましては、多くの省庁、まあ、9つの府省を主にということでありますけれども、横串を刺して水全体を管理をするという法律でありますので、まあ、初めての試みということであったわけですけれども、その際、地下水、これまでは汲み上げの規制、これぐらいしかなくて、担当する官庁がないのだというような説明の中で、循環基本法の中で、まあ、地下水も含めてやっていくのだという議論をしたという中で、この地下水というのは、水循環基本法、そもそもの中に含まれているという理解で、これまでやってまいりました。今回、地下水が含まれるということを、この法案の中に明記するという改正案となったということであります。なぜ、あえて地下水を明記した法改正が必要だという判断に至ったのかということについて、発議者からお願いをいたします。動議提出者、石原伸晃君。森山委員におかれましては、初代の事務局長として、水循環基本法の制定にご尽力いただき、また今回も役員としてこの改正案にお取り組みいただきましたこと、本当に感謝を申し上げたいと思います。私も国土交通大臣、環境大臣等々やらせていただく中で、この地下水の問題というのは、量の問題、質の問題、さらには最近大変関心のあるところの生態系、あるいは地方創生の観点から非常にこれ重要だなという認識を持つに至ってきております。私の前の会長はご引退されましたけれども、中川秀直先生でございます。水循環改革議員連盟の代表につきましたけれども、やはりこんな中で委員ご指摘のとおり、その当然その基本法制定のときに中に含まれていると、その関係者の中では思っておりますけれども、しっかり書いてないと、党というところで読むと、まあ、そういうことでございましたので、この地下水の問題、今回フォローアップ委員会等々でですね、かなりご議論をいただいてまいりました。当初は地下水と漂流水を、まあ、一体に考えた具体的な制度づくりが課題であると取られてまいりましたけれども、やはり条例の制定に取り組むなど、地方自治体ですけれども、現場としての地下水の問題に向き合っている団体と私たち国、これが一体となって取り組んでいくということが重要なんではないかというふうに捉えるようになりました。そしてまさに文字通り、地下に潜って可視化されていない地下水の実態把握、最近でこそかなり調査が科学的に進められるようになってはまいりましたけれども、いまだに過剰な汲み上げに伴う地盤沈下の問題が落ち着き始めてから、観測井戸の管理が行き届いていないなどの課題を抱えているということも事実だと思っております。地方の取り組みを促進するための制度的担保として、地下水の実態をする基盤ですか、こういうものを今一度作らなければならない。そして委員が制定にご尽力をいただいた水循環基本法が目指す健全な水循環の維持、これはもう誰もがその通りと言っていただける問題だと思います。そして回復の実効性ある取り組みが進んでいかないのではないかという問題意識を、この10年近くの間に、まあ、委員とも議論をさせていただきましたけれども、多くの方が持つようになったということも私は事実ではないかと思っております。そんな中でこのような認識に立って提出するのが、まあ、今回の法律案、もちろん委員と一緒に個別法の制定も検討いたしましたけれども、現状では水循環基本法の改正による対応が
現実的であるという結論に至って本日に至っているというふうにご理解をいただければと思います。森山君。はい、議連会長をお務めいただいてます石原先生から全体的な視点についてお話をいただきました。水循環基本法の立法時、理念法であるこの基本法をまずは成立をさせると。で、具体的な問題は各省にわたりたくさんありますので、個別法の課題に取り組んでいくという形での二段ロケットというような形で進めていこうという形で議連では説明をしてまいりました。今回の改正はまさに地下水の問題に取り組んでいく二段ロケットの最初の部分ということで、本当にこの間議員連盟のともにフォローアップ委員会という形で学者あるいは現場の皆さんたくさん参加をしていただいて練り上げてきたという形であります。で、その中で現実的な法制度の見直しという対応ということで、課題としては本当は個別法をやりたかったんだけれども緩やかな形でまずは地下水を書き込ん でしっかり調べた上 で将来的には個別法にもというような思いがございます。今国会の国交委員会では流域治水関連法案の審議、これが重点課題の一つとなりました。気候変動を取り巻く水の変化に日本、そしていかに世界やに対しても対応していくかが重点課題となっています。さまざまな主体が協力して流域ごとに管理をするということが、これは重要になってまいります。今国会で成立をした流域治水関連法における流域治水計画、これも今回の改正と合わせ、できるだけ多くの人に参加をしてもらって、流域水循環計画に修練する形で、さらなる協力を推進すべきと考えますが、いかがでしょうか。動議提出者、小宮山康子君。ご質問ありがとうございます。水を守る現場の方々のご意見、私も視察もさせていただきました。また今年水循環基本法への地下水関連規定の追加に関する報告書、沖座長、また水循環基本法のフォローアップ委員会の、倉座長にも ご尽力いただきまして出されましたけれども、これを読みながらも改めて地域の水を守れる人、人材の問題が深刻であるという認識を強くしております。水循環は治水、利水、上下水道、森林、気象、海洋、農業など多くな側面で成り立っております。そのいずれの分野でも人の問題に直面をしております。提案者としても地域の水を守る人の問題を解決していくことが技術、そして国民の知識や行動の変化も含めた健全な水循環の維持、回復につながるものと考えており、森山先生が言われる、ご指摘される水循環基本法を通じた2段目のロケットを打ち上げるべく、目標の一つでもある地域で多くの主体が参加して、それぞれの知見を持ち寄り、協力してその流域にあった水循環計画を立てて実行していくことにつながると考えております。森山君。はい、ありがとうございます。今後の課題、人ということであります。コーディネートのための専門家の育成というのが課題ということでありますけれども、今後の展望についてお願いいたします。小宮山君。水循環政策本部では水循環アドバイザー制度を活用して地域の水循環を担う専門家の育成の、にも取り組んでおります。提案者としても地域が抱える個々の問題を水循環の問題として捉え直した多面的な取り組みが重要だと考えております。一方で水循環基本計画に基づく流域ごとの水循環計画である流域水循環計画に係る国の認定数は全国で合計54にとどまっております。今回の法改正を通じて地域の取り組みを進めようとしている地下水の問題をはじめとして上下水道、水環境、防災など自治体が抱えるさまざまな水問題について、それぞれの地域にいる専門分野の長けた人材のノウハウを生かし、専門領域を広げ、地域全体を関した課題解決につなげる取り組みが増えることにを期待をしております。森山君。はい、ありがとうございます。
命の水を守るということは、これは党派を超えた課題であるというふうに考えております。これからも国会全体の問題として取り組んでまいりたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。次に